なんかな、ブラスってさ、今まで生きてきて、めっちゃ恥ずかしかったことってあったりする？そりゃいっぱいあるけどな。じゃあちょっと話してよ。あんた振り方が下手くそ。じゃあそんないっぱいあるって言ったらさ、どうせ自分が言いたいやろ。なんか自分の恥ずかしい体験があったから、それを言います。カマセイヌとして俺に喋らそうとしてるから。でも今日はね、だから対してすごいレベルのことを言ったら、アレちゃんのやつがさ霞んでまうから、俺ここ最近であった恥ずかしい話、何それしてあげるわ。霞んでまわへんわ。今日はもううちはね、女を捨てる覚悟で来てきた。だいぶ前にみんなはあんたが女捨ててること知ってんで。ほんでそんだけ言うてな、大したことなかったらもう笑うで。恥ずかしすぎてちょっと抱えきれられなくなって、みんなに共有したいなと思って、これでね、ちょっと悩んでる人とかもね、心の中が少しでも軽くなれたらなっていう風に思っています。これ話していいんかな。なんでよ。当ててみ。男の人の爪を10年間実はコレクションしてて、10年ぶりに匂い嗅いだとか。それは相当やべえやつ。実はですね、私はね、数ヶ月前に痔にあったんです。めっちゃしょうもないやんか。で、まだ話は終わってません。痔は、どっち、イボ痔？イボ痔です。いや、なんかね、初めてなったんやけど、なってる人多かったりしてるのね。ここ最近増えてきてるってこと多かったりして。いや、ここ最近っていうか結構聞いたりする。まあだからまあそもそも意外と痔の人って多いんだよねっていうことね。多いんだよねってなって、まあ自分もなって。どうやって気づいた？なったって痛くなってきたの、ケツが。穴そのものが痛いんですよ。どこが痛い？なんかね、痔にはいろんな種類があって、一個その切れ痔、それは例えば便秘になったりとかして、うんちゃんが硬くなりすぎて、大きくなりすぎて、その切れてしまうパターン。便秘でね、アナルのサイズよりも超えてしまってね。で、それ外とか切れてるんやったら多分まだいいけど、その中で切れるものとかもあったりするのね。その中の切れ痔がなんか進行するとすごい大変。もう一つのパターンはそのイボ痔なんやけど、そのイボ痔も外にちょっとピョコってなんか出てくるパターンと、ちょっとやめろよ。すごい想像した今、アレちゃんの口の中からピョコッとなんかが出てるの。マジキモ。自分はイボ痔になってしまって、それは調べたりとかして、その後まあ病院とかも行ったりして、ストレスだったりとか、ちょっと免疫が落ちてる時とかにあったりするやつでなってしまったのね。で、そのまあ理由としては血栓になってしまうから、治し方としては普通にそんなに気にせんと、ちょっとお薬を飲んだりとかするとまあ治ってきますよみたいな感じやったのね。なんで痔って分かったんや？ケツの穴が痛いって言ったらもう痔しかねえと思ったのよ。ケツの穴がそのものが痛い、それともなんか中身がほんのり痛い？ケツの周りが痛い。ずっと痛い、それとも発作的に痛い？ずっと痛い。ほんで病院に行って、ちょっとケツの穴見てみるか。で、なんかうちめっちゃ恥ずかしかったんやけど。何回に行った？肛門科？肛門科。まあ、笑ったらあかんねんけど。行くの、行きたくない人とかもいっぱいいるんやけど、自分も行きたくなかったん。ほんまに行きたくなかったん。でも何か分からへんし、でもしかしたら痔じゃないかもしれへんし、もしかしたらガンかもな、ね、もっと悪いかもしれない。まだ何でもあるからね。調べて、やっぱ男性の方がやってる先生がそう多いし、まあまあでもいろんな肛門見てるし、まあいっかーと思って、いろんな肛門見てるし、すっごい頑張って行ったら、お医者さんのとこに行って、男性の先生が、じゃあそうそう行ってくださいって。じゃあちょっとそのどんな状態か教えてください。どうやって言った？お尻がね、痛くなってきまして。それはお尻の穴自体がですか？そうですね、なんか穴のなんか周りにちょっと違和感があって、ちょっと座ってるとちょっと痛かったりするんですよねって言って。何かケツでやったとかな？違います。ないんですね。わかりました。そんなこと聞かれてないわ先生に。で、先生、まあおそらく痔ですね。おそらく、でも見ないとわかりません。そう、見ないとなので、ちょっと見ますね。よろしいですかって言われて、まあよろしいですよって言うしかないやんか。店に来たんやから、こっちは。どうやって見たの？で、もうなんか先生が、もうこれここで最悪なのよ。先生がさ、ベッドにみたいな。あ、ベッドがあんやん。ベッドがあるから、そのベッドにそのズボンを下ろして、お尻出してくださいって言われて、看護婦さんいたんやけど、看護婦さんが取りに行ったんやね。うわ、嫌やなと思って。ほんまに嫌やな、嫌やなと思って、もう下ろして、こうやって。やったんだよ。で、先生がここに来た。こうやって先生が私のことを見た瞬間に回ったんだよね。おーって。どういうこと？いや、違います違います、中庭さん、違います。その体勢じゃないです。え、どういうこと？ほんまは横に寝転がって、ちょっとお尻出すぐらいでいいのに、うちは全部脱いで、お尻突き出して全部見せてしまったの。恥かきに行ったのよ、もっと自分。え、でも
士さんもさ、違います、中島さん違いますって言われて、うん、看護師さんがちょうどね、なんか物を取りに行ったから見てくれてなくて、ほんまは多分看護師さんがこういう風にですよって言ってる感じなんやけど、うちがもうなんか恥ずかしくなりすぎて、うわーってなって脱いで、四つん這いになってしまう。そういう四つん這いの病院もあるって、全然。聞いて、その他の字になってる人にも、普通に横になって足をちょっと抱えるようにして、ズボンはここまでやったら、まあ、ほぼほぼお尻してる状態で、だから横から、ピュピュってやられるの。でもさ、俺昔すごい下痢になったことあって、ほんで下痢になったから、なんか菌が結膜は何の中にいないか調べますって言って、先生に言われて、そしたら看護師さんがみんな、シャーって部屋からおらんくなって、ここに上向きに寝てくださいって言って、足立ててください、でズボンとパンツ下ろしてくださいって言って、俺ちょっとだけ下ろしたら、いやここまで下ろしてくださいって言ってきて、この状態で綿棒をケツの穴の中に入れられたからほんまに、じゃあ俺詐欺られたんかな。あんたもしかしたらもう暴れにも変だったりしすぎるからもう言うのよそれでやられたことあるんだよ。でその時なんかボケとかしたらどうしようって思ったけど、あまりにも急なことすぎて、あまりにも恥ずかしすぎて全然縮こまっとった。だってうち恥ずかしすぎてそんな体勢だってんのにさ、先生がうまい中谷さん、中谷さん違います、中谷さんズボン下ろしすぎです、帰りたかったよほんまに、その時もういいですって、もう見ながらいいですって帰りたかったほんまに最悪よ、めっちゃ恥ずかしいのに、さらにケツの穴突き出して待っとったのにな。そのままさ、何も言わんとやってくれたらやのに。ケツの穴の部屋と分かるけど、全部見えてるってことやろ。あ、股間周りもね。股間専門の先生じゃないから、多分ちょっとそれにびっくりしたんや。びっくりしたんや。うち、違うな、みたいな。ほんで、G どうしたんくらい治ったん。もうそれでなんか、お薬出してもらって、全然治ってるんですけど。先生はそのケツのさ、あ、何、指とか入れてくるの、なんか指入れてチェックするの。最初は周りを真指でだよね。あ、こう維持するね。ちょっと維持されて、ほぐれてきた頃に。ちょ、ほぐしてないわ。触ってしこりがないかっていうのを最初やった後にちゃんと先生爪を切ってましたわ。なんで、あ、じゃあ生の手やん絶対。それで、まあ気持ち良くはなかったです指で周りをした後にちょっと入れて、こうそれも周り壁を触る感じ、壁かな、多分ポコってなったりしてるのをこう触って、そうですね、いいですねみたいな感じでやって、それだけやったらいいんやけど、機械みたいな取り出してマジですね、最悪それは先生でもなんか変な機械を入れたみたいな、だからなんかさ、こう入れてこうピッて開くやつあるやん、わかる、チリ穴開き機みたいなね、うん、そう、なんか入れてうわーってなったもん、もううわーってなって、もう空気が入ってきたんや、ケツの穴に。なんかもう何が起こる、それでうわーって開いてそこに向かって最悪さ、おなら出るパターンやん、それは多分こう開かれてね、ちょっと力抜いてくださいね、抜けるわけねえじゃんと思いながらさ、でこうピョーってやるとシャーって開かれて、でもそれそんな無理やり開かれたらさ、おならとか溜まっとったらさって出そうやねそこまで中に入れられるんやったらさ、事前に洗っていきたいな。中はわかんないやん、何やるか。もううちはただなんか外をパッて見て、あーみたいなやるかなと思って、まさかさ、そんな開かれると思わないやんか、うん、中は何もしてないんですけど、めっちゃ洗っていきました香水つけて、香水もつけた、パウダーもリップとかもつけてほんまにめっちゃ清潔にして、だってもうでも清潔してよかったわ、そんなんな、四つん這いになってさ、もう全部むき出しになってる状態でさ、うん、うんこでもついてたら最悪よ。最悪やで、ほんまずっと言われるんだ、あの女ケツ突き出してきた割にさ、うんこついてた外人の女やって、もう覚えられるって絶対で、そんなあんな状態ネットに入れたら、うわ、こいつ YouTube やってるやん、こいつ尻の穴にうんこつけてきよったら診察でさ、こう裸になる時のさ、やつはさ、事前にちゃんとルール説明ブックみたいな読ますとか、今からこういうことが行われますっていうのをちゃんと全部言ってほしいよね。なんか流れ作業ね、はい、ここ座ってください、はい、これ、はい、足上げてください、はい、こうしてくださいって。そう、だってさ、分からへんでも、うちのおばあちゃんとかは女性のクリニック、グラスがさっき見せてたように足をこう広げて上に上げるのね、うんうん、それ分からんかったから、おばあちゃんは運命台みたいな感じで、まあ、こういう風にやらないといけないのを、おばあちゃんはこういう風にやったらしい洋式のトイレ使い方わからんくて、洋式のトイレも和式みたいにこう、うん、あの上に乗ってこうたまにねおるから、注意書きみたいなのあるやん、そういう座り方しないでくださいみたいな、うん、それ見た時に、あ、そういう座り方してる人いるんやなみたいな分断大逆ってなかなかの難易度じゃない、なかなかにアクロバットなパパやうちのさ
ナー行った時に分からないわけよ。すごい変な椅子やから、カーテンみたいなのあったりするんやけど、まあ、カーテンない時もあるんやけど、そのここお腹周りね。見たりしないわけよ。顎を振ったりとか、なんかこういう風に開いてください。言わへん。この台に登ってくださいしか言わへん。で、開けられるの場所。だから、自分も最初乗る時にもう全然分かんなくて、下に頭をこうしてあげるのか、後ろなのか、こう、何をどうしたりか全然分かんない状態。はい、ということで今日は皆さん食事中に聞かれた方大変申し訳ございませんでした。でも皆様、あなたたちは一人じゃない安心してください。以上、現場からお送りいたしました。オズボイスターセニョリータ。